フィル・ジョーンズは、イギリスの気候学者、イーストアングリア大学環境学部教授。ランカスター大学で、環境学の学位を取得し、入滑する大学で、理学修士及び博士号を取得した。研究者としてのキャリアのすべてを、イーストアングリア大学の気候研究ユニットで、費やしている。主な研究内容は、気候変動の景気計測、古気候学、気候変動の検出。 イギリスの河川流量である。また、過去1000年の気温記録に関する論文も発表している。景気による気温記録を長期間にわたって蓄積、分析している。この研究は気候変動に関する政府間パネルによる評価報告書でも2001年と2007年の2度にわたって大きく取り入れられており、第三次評価報告書第12章。 気候変化の検出と要因の特定の執筆人であり、第4次評価報告書、第3章、観測結果、地表面及び大気中の気候変化の統括執筆責任者を務めた。ジョーンズは1998年から2004年までは、ジーン・パリア・ティコフと共同で気候研究ユニットの長にあり、2004年以降は単独で同職を務めていた。 何者かによって盗み出された電子メールを公開されるというクルーメール流出事件の発生を受け、2009年11月でこの職場から離れている。庶民委員の科学技術委員会の調査チームは、ジョーンズに釈明を求める、必要のある問題はないと結論し、給食に服すべきとした。2010年7月、クルーの長として新設された研究監督として、クルーに復帰した。 これは、ミューア・ラッセルによる追加調査において、ジョーンズの科学者としての正直さと正確さについて過失がないことが認められる一方で、クルーの科学者が情報公開法の開示精神を書くことが指摘されたことを受けてのものである。大学当局は、この人事は、懲戒的なものではなく、ジョーンズが研究に専念できるようにするとと,ともに、 管理者としての責任を減免するためであるとしている。ありがとうございます。